根津ともみおです。今日は2月に入って初めての土曜日、まあ、休日なんですよ。今日は2月の休日のパークの混雑状況を見に行きます、イエーイってことで、前回2月の平日のパークの混雑状況を見たとき1月より混んでたんですよ。果たして2月の休日はどんな感じか、じゃあ早速見に行きましょう。あとちなみにこのみ TV やこれからもユニバの混雑状況をお届けするので、ねえチャンネル登録お願いします。じゃあ早速やっていきます。そしてここ数日のパークの気温と天気はこんな感じです。で最高気温も10度を超えているのでかなり暖かくなってます。でもまださすがに朝とか夜は超寒いから冬着は必要なんですけども、もうすぐしたら冬着いらなくなる可能性があるそのぐらい暖かい。でユニバって基本的に公式オープン時間より早くオープンするんですよ。で今日は公式オープン時間が9時なんですけども、その1時間前の8時にオープンしました。相変わらず早いな。でユニバってオープン時間が一番入場するまでに時間がかかっちゃうんですよ。で僕今日8時に来たんですけども、8時に来た時点で入場するまでに15分かかりました。いや結構かかりましたね。もうすぐで 2,30 分かかるんじゃないかな。そしてパークの混雑状況を見る前にユニバの各種チケットの販売状況を見るんですけども、まずは年間パスポートとあとはユニバの入場チケットは通り過ぎても余裕で買うことができます。おそらくまあ春休みとかになるまでにはもう当日券完売とかもならないんで安心してください。あとエクスプレスパスはセブンとフォーどっちも当日券売り切れ。基本的に、まあ、1、2月の閑散期はエクスプレスパスの販売数が少ないから当日も買えないです。で今からパークの様子を見に行くんですけども、今日のこの格好すごいな。マリオがクッパに食われとるよでエントランスの様子なんですけども、さすがの土曜日なんでエントランスから人でにぎわってる。結構ゲスト増えてそうやな今日。けど呪術廻戦ザ・リアルホールに関したら安定に、まあ、2、30分待ちです。でこの呪術って1回の公演でもう数百人一気に入るからめちゃくちゃ回転率がいいから、もう待ち時間ほぼ並ばずに体験可能なんよ。でスペハン前の様子なんですけども、現在スペハンが運休中の影響でここの前かなり人通りが少なくなってるわ。前までめちゃくちゃ人通り多かったのに。ステファン前のフードカートもいつもなら超大行列できてるのにもう一組しか並んでないからすぐに買える。でグラマシーパークの様子なんですけども、3月になったらここのグラマシーパークでユニバレのイベントがやるんですけども、ついに日本で観客の大声制限が緩和になりました。ついにやな。でこれユニバはどう対応するかちょっと分かんないですけども、もしこれが解禁になったら、まあ、ここのユニバレのイベントでも、まあ、声を出すことができますし、ウォーターワールドのブーも解禁されます。めっちゃ楽しみ。でスパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子なんですけども、まあ、ここのニューヨークエリアも、まあ、人通りが増えてます。もう1月のもうその閑散期が始まった最初の土曜日なんかめちゃくちゃ人がいなかったんよ。それに比べたらかなり賑わってるわ。でエボダンが、まあ、昨日の動画でもお伝えしたんですけども、2月5日に千秋楽向かいます。あー寂しい。でエボダンに関したら、まあ、ほんまにファンの方が多いからもう徹夜でユニバの入場ゲートの前に並んでる方もいらっしゃったらしいですよ。そのぐらい根強い人気があるエボダンはやっぱ寂しいわ。
いやでもね、次のショーね、絶対新しいショー来るから、まあ、その発表も楽しみ。で、ラグーン沿いのフードカート密集地帯のノーリミットマーケットのやつなんだけども、今ランチ時間なんで、さすがに人通りすごい多い。で、ここのフードカートの街ですも、前の1月の土曜日なんか誰も並んでなかったんですけども、やっぱり列が伸びてるわ。場所に言ったら5分20分かかる。あとラグーン沿いのゲームコーナーもちょっぴり列ができてるわ。これも場所に言ったらやるために5分15分かかる。1月の閑散期の時なんかもうゲームコーナーなんか誰も並んでなかったのに、また賑わいが戻っていってますわ今。いやこれ3月に向けてどんどん混むやろな。でミニオンパークの様子なんですけども、まあ、ここのミニオンパークは平日と土日の差がすごい激しいエリアで、やっぱ土日だったらやっぱ子供が増えてファミリーゲストが増えるんですよ。その影響でここのアトラクションの待ち時間も長くなりやすい。でもまあ1月の休日はもう休日でも30分待ちとかがずっとやったんですけども、今どんどん待ち時間伸びていってるわ。春休みだったらこれ100分待ちとか行きそうやな。またあとミニオンパークのゲームコーナーも大盛況。おお、チロ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 、おおで、ジュラシックパークエリアの様子なんですけども、ここのジュラシックパークエリアにあるアトラクションの待ち時間見てもやっぱ先月の休日よりかは待ち時間伸びてるわ。まあそれこそまあハリドリバックドロップが休止の時は、まあ絶叫好きな方はみんなダイナソーに向かってたんで100分超えてたんですけども、復活したら100分いけなくなったんですよ。で60分以下もあったんですけども、今日は比較的に1時間越してる待ち時間も。すごいな、ここのエリアもどんどん賑わっていけるわ。うわー、いやちょっとあったかいからいけるかなと思ったけど、ごめんなさい皆さん、まだ寒くて勇気出ないわ。けどまあこのジュラシックパークドライドの待ち時間はもうダイナーソーよりかなり短いから、まあ、ちょっとの待ち時間でスリル味わいたい方はジュラポライドに行くのもあり。で、ウォーターワールド付近の様子なんですけども、ここは相変わらずニンテンドーワールドにつながる道であるのでめっちゃにぎわってるわ。朝の何倍機で、今日もマリオの世界行ってきます。で、いつも通りにニンテンドーワールドの整理券見せるためだけの列なのに大行列。ニンテンドーワールドの人気相変わらずだな。で、今日はニンテンドーワールドの整理券を見せるためになんと4分かかりました。えぐいな。で、今日のニンテンドーワールドのエリア入場整理券情報なんですけども、今日は8時10分に入場制限かかって整理券入るようになりました。で、今の時間帯での整理券がこんな感じです。いやー、これもしかしたらもうすぐで午前中に整理券配布終了なんて抽選券配布パターン来るよ。いやー、どうなのかな。まだこれからのこの任天堂ワールドの混雑状況、まあ、入場整理券情報も報告するんですけども、予想より早く入場制限かかってる。まだ閑散期よ一応。めちゃくちゃいい天気やな、マリオの世界で。今からマリオの世界をちょっと一周するんですけども、いやもうさすがやな、これもう抽選券レベルの日やから、もうここのエリア歩くのも超大変や。もうかなり活気で湧いてる。パワーアップバンドアクティビティもすごい列やから、体験するために10分20分以上かかる。あとマリオカートの待ち時間も、まあ、前までにしたら、まあ、長くて100分待ち超えとかやったんですけども、今日はもう2時間待ちも結構いってるぞ。
いやここのエリアの人気果てしねえわ。特にこのマリオカードとかトップで混むからね、ユニバーの中で。あとピットストップポップコーンっていうポップコーン屋さんもえげつない行列。これも買うたびに20分かかるかな。で、任天堂ワールドの下の階の様子なんですけども、ここもかなりにぎわってる。すごいな、めっちゃ元気よこのエリアも。で、キノピオカフェもう現在入店整理券発券なしで、今の待ち時間が驚異の90分。いや、クルーサーが90分以上も変わる可能性があるらしいです。キノピオ、キノピオ、クッパ。マリオの世界はもう1月のめちゃくちゃ空いてる時でもめっちゃ混んでたんですよ。でもパーク全体が混んできてるから、もうさらに混んでるっていう。にぎわいをにぎわい的な感じになってる。何その言葉。で、ジョーズのアトラクションがあるアミティビレッジの様子なんですけども、ここはニンテンドーワールドからジュラシックパークエリアからハリーポッターエリア、ワンダーランドにつながる道であるので常に人通りが多いです。でも閑散期の時は、まあ、先月はそこまで人通りが多くなかったんですけども、ここ もう普段の混雑レベルの人通りに戻ってるわ。で、アミティのフードカートも待ち列すごいわ。これも買うたびに10分15分かかる。あとアミティボードヤードっていう、まあこのアミティビレッジの休憩スポットもほぼ満席。で、今日も魔法界の様子を見に行きます。で、いつも通り歌いますか。豆豆ボーダー豆をでも歌うよ。ほい。で、今日の魔法界の様子なんですけども、まあ、ここのエリアに関したら、まあ、任天堂ワールドがエリア入場制限かかってる限りに、制限発見とかならないんですよ。だから基本的に、いつでも出入りが自由なエリアなんですけども、さすがの魔法界。ずっと賑わってる。いやー、ここもすごいな。まあ、マリオカートとかの待ち時間とかにはなってないけど、それでもいっぱいここ遊べるとこがあるから混んでる。魔法体験ができるワンドマジックも列ができてる。いや、この感じだったら体験するために5分、長かったら10分はかかるかな。オリバンダーの店は35分待ち。うえ、ここもか。ハリーポッターエリア唯一のレストランの3本のほうきなんですけども、ここは閑散期ならすぐにメニュー変えたんですけども、外まで待ち列できてるわ。買うために30分以上かかる計算で、今日のちょっと曇り空のホグワーツです。いや、すごいな、ここのエリアもずっと賑わってるよ。いや、ここの魔法界もすごいな。だと最近ね、あの魔法界関係のある企画で楽しんできたんですよ。で、まあ、その動画も、まあ、近日公開予定なんで楽しみにしてください。噛んだ。で、ワンダーランドの様子なんですけども、ここのワンダーランドもミニオンパークと同様に土日はファミリー層が増える影響でかなり賑わいやすいです。でも春休みは絶対爆発する予定やから、もうほぼ火ついてる状態よ、爆弾にの状態から。春休み行く方はめっちゃ注意してください。カップケーキドリーム10分待ち、これはこんな罪やで。あと、誰も並んでなくてすぐにメニュー変えたスヌーピーバックレットカフェも外まで待ち列できてる。で、セントラルパーク付近の様子なんですけども、ここもまあいろんなエリアにつながる場所であるので、ずっと人の行き交いがあります。で、ハリドリ前の様子なんですけども、まだハリドリに関したら、まあ、バックドロップがまあ復活してないので、
まだ爆発的に、まあ、2時間待ちとかになってないんですけども、もしバックドロップが復活した場合、相乗効果で2つともアトラクションの待ち時間が爆増する可能性があるんですよ。だからまあ張り取りの前向き楽しむなら逆に今がチャンスなんですよ実は、うん、いやこれ春休みとかマジでどうなんのかな。でも今年の春からユニバーめちゃくちゃイベント盛りだくさんで、まあ、昨日も、ね、2月のユニバーのことを話したんですけども、とにかく楽しみ今月は。はい、じゃあ今日は土曜日の休日のパークの様子を見に行ったんですけども、混んでましたね。で最後に、まあ、それぞれの混雑レベルを発表するんですけども、まずはアトラクションの混雑レベルは 3.5 でした。でまあ、アトラクションも1月の土曜日の2倍ぐらいの待ち時間のアトラクションもありました。でフードカートの混雑レベルは3でした。でフードカートも買うために10分20分並ぶようなフードカートもありました。でレストランの混雑レベルも3でした。でもうレストランも、 もう先月とかはもう並ばずにすぐメニュー食べたんですけども、まあ、今回も外まで待ちに出てきたんで、今どん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 パーク混んでいってます。でパーク全体の混雑レベルは 3.5 でした。でおそらくこれから3月に向けてどん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 にぎわってくると思うので、これから行く方は前に、ねまあ、攻略動画とかも上げてるんで、またそれを参考にして思う存分楽しんでください。で今日はねちょっと久しぶりにマリオマスク見たんですけど、どうでした？でマリオマスクにこのクッパ食われてるの絶対あかんな。はい、じゃあこれからもいろんな動画を上げるんでね、ちょっとグッドボタン、通知ボタンも押さなきゃだけで、バーイ。